アメリカカブトガニ、アメリカカブトガニ、学名、リンヤラスポラフィーマスは、カブトガニ科に属する海生接触動物。メキシコ湾を含む北西大西洋沿岸に分布する。ヨーロッパでも、名入個体が発見されている。米国では、ホースフットソースパンなどとも呼ばれる。ヘルメットクラブと呼ばれる場合もあるが、これは本来クリガニを意味する。 キングクラブという名も本来はタラバガニ科の総称である。リンヤラスは少し横目のという意味であり、種庄名ポラフィーマスはギリシア神話のキュクロープスの一人であるポリペーモスに由来する。これはかつて本種の目は一つしかないと考えられていたためである。生きている化石と呼ばれ四億四千五百万年前の地層から禁煙種が見つかっている。 三畳期、二億三千万年前からはほぼ同じ、形態の化石が出土する。本種自体の化石記録はないが、アメリカカブトガニ属は二千万年前から記録がある。体は大きく頭胸部、腹部、桶に分けることができる。背校は馬蹄型で、海力色から暗化色。雌有は似ているが、メスはオスより25から30%大きくなり、 最大で六十センチメートル程度になる。足は脱皮により再生することがある。廃校には藻類、ヒラムシ、貝、フジツボコケムシなど様々な付着生物がつくため、リビングミューズアムズなどと呼ばれることもある。本種の豊富な地域ではよく廃校や脱皮角、またはその破片などが波打ち材で見られる。覆面には六体の足があるが、最も前方のハサミ角は、 東京部中央の口に餌を渡すために用いられる。その次の足はフレシであり、フワシとして用いられるが、オスでは交尾中にメスを抑えるために鍵ギ爪状となっている。残り四体はフワシである。足先はハサミとなるが、最も後方の足は体を押し出すために養生になっている。足の後方にはさらに六体の付属子がある。最初の一体は、 外反と呼ばれ、生殖口がある。外反の形状は、アジア産のカブトガニと異なっており、容易に区別できる。残る5体は、ショエラと呼ばれる、平板状の構造となっている。これは、水中での呼吸に用いられるが、陸上でもこの部分が湿っていれば、短時間は呼吸することができる。他の感覚器官として、覆面の単元の近くに、小さな化学受容器がある。 視覚の研究に広く用いられてきた。1967年のノーベル生理学・医学賞は、視覚の科学的、生理学的基礎過程に関する発見に対して与えられたものだが、その実験材料には本種も含まれている。東京部の両側には、単色性視覚を与える一体の大きな複眼があり、背後に5個、覆面の口前方に2個の単眼がある。単眼は、 はい。幼生期に重要で、卵の中でも光を感じ取ることができる。副眼や中央単眼はそれより感度が劣るが、生態では主要な視覚器官となる。これらとは別に、おけんには光受容器が並んでいる。副眼は約1000個の小眼で構成されており、個々の小眼には300個以上の細胞がある。小眼の並びは乱雑で、 昆虫のような正六角形のパターンにはなっていない。各個眼には一本の神経が繋がっているが、この神経は太くて扱いやすいため、光刺激に対する神経の電気、生理学的応答を観察するために用いられた。また、細胞レベルでの速報抑制現象も観察されている。最近では、光近くに関する研究も進んでおり、形状や明るさの情報を用いて、 オスがメスを認識していることが光刺激による循環や古典的条件づけによって示されている。古眼には光を感覚するための円柱状構造がある。これは線形の断面を持つ縦に長い消耗膜細胞が感情に並んで構成されている。線形の根元付近の辺状からは環環分体という突起が突き出し周囲の消耗膜細胞と結合している。 カンカン分体は早朝など、急激に強い光を受けた時には崩壊するが、1時間ほどで元の構造を回復する。円柱状構造の中心には変身し細胞の樹状突起があり、小毛膜細胞から入力を受けている。他に変身し細胞を持つ種としては、解雇が知られている。カンカン分体は微重毛から構成されているが、微重毛は二重膜で包まれており、 その厚さは1枚あたり7ナノメートル、間には3.5ナノメートルの電子不足領域がある。微重号が接触する場所では外装が融合し、厚さは15ナノメートル程度になる。微重号の直径は約40から150ナノメートルである。血液中の酸素は軟体動物、関係動物にも見られる、呼吸色素、ヘモシアニンによって運搬される。 これは血中に 50gL ほど含まれている。ヘモシアニンは無酸素状態では無色であるが、酸素と結合すると脳性色となる。通常血液中の酸素濃度は低く、その色は開白色から炭鉱色であるが、外気に触れることで青色に変化する。赤血球のような細胞はなく、ヘモシアニンは血小に直接溶解している。血球は一種のみで変形細胞と呼ばれ、 病原体からの防御に重要である。変形細胞は、コアギュローゲンとして知られる、凝固因子を含んでおり、細菌のエンドトキシンの刺激で、これが放出される。結果として凝固が起こり、循環系から、病原体を隔離することができる。貝類、多毛類などの無脊椎動物に加え、わずかに魚も食べる。顎はないため、食物は、 足の基部に生えた剛毛や砂脳で砕くことになる。冬場は大陸方に降り、晩春に繁殖のため浜辺に移動する。オスが先に到着し、メスを発見するとフレシの鍵ギ爪で捕まえる。ユーの放摂は1ヶ月にも及び、複数のオスが1個体のメスを放摂することもある。メスは満潮時に波打ち剤に近づき、15-20センチメートルの穴を掘って散乱し、 そのボースが受精させる。産卵数は体長によって変わるが、約15,000から6 4000個である。孵化した妖精は5から7日遊泳した後着手し、最初の脱皮を始める。成長と共により深い場所へと移動していく。9歳頃ろ生成熟するまでに、およそ17回脱皮する。寿命の測定は難しいが、平均20から40年だと考えられる。 本種の外実リズムに関していくつかの研究が行われている。目の感度を制御する外実リズムが存在することは知られていたが、これとは別に、潮積サイクルに影響されて、行動を制御する外実リズムがべられた。実験個体を人工的な潮積下に置いたところ、このリズムに同調した行動が観察された。さらに、明暗サイクルよりも、潮積サイクルが行動に与える。 影響の方が大きいことも示された。医療分野では感染症や新薬のテストにおいて細菌のエンドトキシンを検出するためにリムルス変形細胞用怪物を用いた凝固反応が利用されている。血液は1リットルあたり約1万5000ドルで取引され、市場規模は米国だけでも年間5000万ドルに上る。年間の捕獲数は25万匹ほどで、 全血液量の約30%が採取される。生産者は死亡率を3%程度と推定しているが、近年の調査では10から15%が死亡しているという結果が得られている。血液量は1週間後には元に戻り、細胞数は2から3ヶ月で回復することが示されている。血中の酵素は国際宇宙ステーションで細菌のコンタミネーションを防ぐ。 たためめに用いいいらら、られれててる。るる。血液中のタンパクから新たな抗生物質を開発する研究も進められている、進現在絶滅危惧種とはされていないが、捕獲や生息地破壊によって、その生存が脅かされている。いくつかの地域では、うなぎや薪改良に用いる餌として用いられる、などの原因により、本種の個体数は1970年代から減少を続けている。 香ばし木などの小菌類には春の渡りのエネルギーを本種の卵に依存しているものがいる。デラウェア湾などの場所では本種の減少の影響を受け渡り鳥の個体数の急激な減少が観察されている。本種を捕食する赤ウミガメも間接的な影響を受けている。1995年ノンプロフと エコロジカルリサーチデベロップメントグループが原生カブトガニ4種の保護を目的として設立され様々な貢献を行ってきた蒸気のように巻き改良の餌として本種が用いられているがアーッドグの設立者グレン・ゴボリーは他の生物による餌の流出を防ぐことができる巻き改良のためのトラップを発明したこれにより餌の必要量が約50%減少するため バージニア州では、巻き改良でこのトラップを用いることが義務化されている。2006年、大西洋州海洋漁業委員会は、デラウェア州、ニュージャージー州のデラウェア湾岸での本州の捕獲を2年間、禁じる措置を含む、いくつかの保護措置を検討した。2007年6月、デラウェア州高等裁判所判事リチャード・ストークスは、オスの捕獲を10枚個体までに制限した。これは、 本種の個体数は九百九十八年までの乱獲によって大きく減少したが、その後は安定しており、限られた数の捕獲ならば、本種や渡り鳥への影響は少ないと判断されたことによるものである。逆に、デラウェア州環境長官、ジョン・ヒューズは、香馬市議の減少は確定的であり、カブトガニの卵を確保するためには、極端な措置も必要であるとしているハーバスティング・オブ・ザ・ クラブスワスバンドインニュ入、ジャージーマーチ25-2008。毎年繁殖するカブトガニの10%が裏返しになって元に戻れずに死亡している。そのため、アーッドグはジャストフリップ M と題した裏返しのカブトガニを見つけたら元に戻すというキャンペーンを展示している。2008年の春く夏に p r o j e c t l i m u l u s o r g と題した大規模な標識調査が行われた。効率的な保護を行うために、さらなる個体群データが必要とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。